でも瞬殺だったな。倉成さんの半分以下の時間でしたね。俺が鬼の時は反則が多すぎたんだっつーの。でもこんなに暗いのにドンピシャで名前当てまくるなんてすっごい勘だよね。先輩どいあマユは知らないのか。この子ね。おいつぐみ、いい加減白状したらどうだ。お前もこっそり参加してたんだろう。おい少年、少年、もう寝ちゃったか。でどっちなんだ、今寝てるのか。釣れないこと言うなや。眠れないんだよ。だってな、あの狭っ苦しい加減圧室の中に一人ぼっちなんだぞ。まるで棺桶の中にでも閉じ込められちまった気分で。おっうまいね。棺桶とカフェオレか。カフェオレには覚醒作用を持つカフェインが含まれている。だから普通の人間ならばカフェオレの中ではまどろみさえ覚えないはずだ。きっとたけしだったら、つまり図太い神経を持っている俺だったら、そんな覚醒作用などものともせずグースカと眠りこけてしまうだろう、というような意味を込めつつ棺桶の韻をさりげなく踏んでみたりしたわけだな。うわっ、年長者に向かってアホとは何事じゃ。なん頼むよ少年、ちょっと付き合ってくれよ。まあまあいいからいいから、ここは一つ男同士で一杯やろうじゃないか。俺もやだ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 、少年がいなくちゃ嫌なんだい。うるさい、いい加減もう寝なさい。どうもお騒がせしました。じゃあまあとりあえず売店にでも行ってビール。ああ、売り物じゃないらしいんだが、冷蔵庫の奥の方にあったやつを見つけたんだ。多分店員か誰かがこっそり隠しておいたんだろう。あ、どうして？それがどうした？つまりお前は法を犯したくないと。だけどお前竜田サンドも食ったしコーラも飲んだよな、金も払わずに。かあ、嫌だね、嫌だ嫌だ。お前授業中にメール打ってるやつ教師にチクるタイプだろ。しないかどうかは分からないだろ、記憶がないんだから。ああ、もう分かった分かった。じゃあ少年はクリームソーダでも飲んでろよ。お子ちゃまだからだ。はは16歳だろ。16歳、十分ガキンチョじゃないか。何が子供超だ、超子供なくせに。うっそびょんうっそびょんだよなだよな、お前はもう子供じゃないな。うん、お兄さんにはよくわかるぞ。あれちょっと、少年。お前記憶がないんだったよな。だったらどうして自分が16歳だってしまあいいや。とにかく良かったじゃないか。思い出して徐々に記憶が回復してきたっていう証拠だろ。16歳ね。じゃあ俺の推測は当たらずとも遠からずだったってわけだな。ほら昨日言っただろ、14、15歳ぐらいに見えるってさ。まあこんな感じの16歳がいても別に不思議ではないが。っていうか、まさかお前自分の顔も忘れちまったのか？おい少年、どうしたんだよ、突然走り出したりして。鏡。なんだどうしたんだよ少年。なんだよ、何が違うって言うんだ。だから何がお前じゃないんだ。くそ、どうすりゃいいんだ。ちょっと待ってろ、今みんな呼んでくるからな。